はい、皆さんこんにちは、茅ヶ崎ファイクリエーションの中丸と申します。当院にはですね、頭痛、首こり、肩こり、めまい、不眠症、いろんな方がねいらっしゃるんですけど、ちょっと変わった方法で体を整えていきます。本当にねちょっと変わっています。今日はそんな模様をご覧いただければと思います。よろしくお願いします。今日はですね、ゆうきさんっていう方にね、はい、体験に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけど、はい、ゆうきさんはどのような症状っていうか、なんか気になることがありますか？自律神経失調症があるっていうあったっていうのと、はい、膝がずっとスポーツやってたので怪我してて水が溜まっちゃったりっていうのがあったりします。自律神経失調症っていうと、どんな症状っていうか、どんなことで困ってるっていうか、朝起きれないとか、昼間は元気だったのに夜熱が出ちゃうとか、はい、そういう急に体調が変わったりとかっていうのが多いですね。あ、熱が出るんですね。熱出たり気持ち悪くなっちゃったり。あ、そうするとなんかふわふわしためまいみたいなのありませんか？あります。あ、めまいもあるんですね。はい、じゃあですね、うちでやってることを説明しますね。はい、なんかざっくり知ってると思うんですけど、はい、うちね、どんな症状があっても首しか調整しないんですよ。あ、そうなんですか？はい、はい、首しか調整しないです。はい、首以外もやると思いました？思いました。腰とかだと、ね、パキパキってやったりとか、腰やったりとかね、はい、本当首しか調整しなくて、うんうん、しかもね、軽くポンってやるだけなんですね。あ、ゴリゴリとかではなく、じゃなくて、はい、1秒で終わっちゃいます。あ、本当ですか？はい、横向きに寝てもらってね、はい、一番の頸椎って言ってここですね、はい、この出っ張ってるところを軽く手でポンってやるだけなんですね。はい、そんな感じで終わりって感じ。ポンってやって、へー、びっくりです。首で背骨全体のバランスが整っていくんですね。あー、なるほど、全部つながってるから。そう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 、首も背骨の一部じゃないですか。はい、だからこんな風に全部一つのね、一本の背骨でつながってるわけですよね。はい、ずらーっとね、はい、こんなのあんまりまじまじと見たことないかもしれないですね。で、背骨があって、これなんだか知ってます？背骨から出てるやつ。わかんないです。うん、でこの中に通ってるものもあるんですね。で、脳からずっとつながって通っていって、その、そこから、枝分かれしてこう出てるんですけど、これ神経ですね。これ脊髄ですね。はい、で、要は背骨によって脊髄と神経が守られているわけですよね。で、守ってくれてるんですけど、その守ってくれてる背骨が歪んじゃうと、神経がねじれたり圧迫しちゃったりする。うん、容易に想像できますよね。はい、こうなったら脊髄がねじれちゃうとかね、神経が、やっぱ圧迫されちゃうとかね。うん、だから、首を調整すると背骨が整って、神経が圧迫から解放される。うん、そうすると、脳と体のコミュニケーション、情報伝達がうまくいくっていうことなんですよ。ああ、なるほど。うん、つながってって。そう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 。脳ってあるじゃないですか。はい、みんな脳ありますよね。はい、脳あります。あります。脳で、これはいろんな考え方あるんですけど、はい、脳がなくなったら人間生きていけないですよね。はい、で、脳が体の状態を整えてくれてるわけですよ。はい、で、こう手足を動かすんだってそうだし、鉛筆を持つことも、鉛筆を持ってるなっていう感覚も全部脳が認識してるじゃないですか。はい、で、その認識してる脳はここにあるわけですよね。はい、だから、ここが通り道になってるわけですよ、神経のね。そう、ここを経由して体全体に伝わっているので、ここが関所みたいなもんですよね。はい、うん、ここが詰まっちゃうと、まず情報が伝達しなくなっちゃうし、うん、さらに背骨が歪んで体の調子がおかしくなっちゃう。そんな感じ。じゃあ一番大切なところがこの、そうですね、この一番の一番上の首の骨ですね。うん、これを、手で軽くポンってやると調整されていく。なるほど。うん、ボキッてやらないんですよ。まだちょっと疑心暗鬼ですけどやってみたいと思います。ええ、はい、だから僕が治すんじゃなくて、例えば腰が痛くても腰触るわけじゃないんですね。首しかやらないの。はい、だから僕が腰を治すわけじゃないんですね。うんうん、首を調整すると、自分のご自身の力で、自己治癒力で腰が良くなっていく。うんうん、自分の体の力で治すみたいな。うん、で、痛いことが問題じゃないですね。痛いのが治んないってことが問題なんですよ。あ、なるほど。何日経ってもね、ゆっくり休んで寝て朝起きても治んないってことが問題なんですね。うん、だから休めば、寝れば治る状態に なればもう万事解決。そうですね。うん、多少無理しても一晩ゆっくり休んで寝れば治るんだったら、別にそんな整体だ、帰るだって行く必要ないじゃないですか。はい、
ね、だからそういう体になっていただくことが目的なんですね。なるほど、うん、だから長続きするってことがポイントね、大事ね。長続き、うん、調整した後にいかにいい状態が長続きするかっていうことがすごく大事なのと、うん、あと再発しないようにするってことね。そうです ね結構整体って何回も通わなきゃいけなかったりしますけど、うん、そうですね、はい、まあうちも何回か通った方がいい場合があるんですけれど、はい、ただそんなにしょっちゅう来る必要なくて、うん、2週間3週間1ヶ月2ヶ月3ヶ月って感じでどんどん間開けてて、結構ね3ヶ月に1回とか半年に1回とかね、あの体のチェックに来てくださる方もいるんですよ。あ、そうなんですね、うん、だからいい状態に1回しておいてそれを維持していくっていうのがねうちでやってることになります。なるほど、わかります。わかります、はい、うん、じゃあね、今日は、まずね検査をしていきます。検査、うん、さっきも言ったようにね、はい、あの姿勢が大事なんですよ、はい、今ねどんな姿勢かなっていうね、背骨がどんな風な状態かなっていうのをあの検査で見ていって、調整した後にそれがどう変わるかを見ていきたいと思います。はい、わかりました。よろしいですか。はい、はい、はい、お願いします。はい、では拝見いたします。横から見た姿勢ですね。はい、下向いて見ていただけますか。はい、今度上向いてください。天井の方向きますね。はい、OK。まっすぐ前向きます。はい、OK。はい、今度後ろから拝見いたします。はい、後ろから見ると、あ、そんなに姿勢歪んでないね。ちょっと背骨、うん、背骨見ますよ。はい。あ、でも首凝ってるね。めっちゃ凝ってます。痛いです。うん。はい、で、簡単なテストを行います。はい、僕が手を添えますので、はい、右腕を上に上げてみますよ。はい。せーの、上げます。上に上がりますか。はい。はい、下ろします。はい。はい、もう一回上げます。はい、下ろします。今度は左手、せーの、上げます。はい。ちょっと右腕が上がりにくいかもしれない。はい、おー。はい、下ろします。はい。はい、今度は顎を見ますよ。顎。うん、はい、軽く手を当てます。はい。ゆっくり口開けてください。はい、閉じます。もう一回開けます。はい、顎ちょっとずれてるね。左の顎が気になります。へえ、全然自覚はなかったです、うん、じゃあ口が開けにくいって感じじゃないですね、うん、自覚としてね。じゃあ手を前に出してください。はい、はい、軽くねじります。はい、せーの、よいしょ。はい、よいしょ。はい、 OK です。下ろします。はい、試しに、はい、この板の上に乗っかってみてください。はい、こちらに乗っかります。どうぞ。はい、これで腕を上げます。右手、せーの、上げます。はい、左手上げます。はい、はい、今度は顎を見ますよ。はい、ゆっくり口を開けてください。はい、閉じます。開けます。はい、閉じます。顎はあのはっきり変わったの分かりますね。はい、うん、なんか分かります。はい、ね、口今揃ってますから顎はね、うんうん、じゃ手を前に出してください。はい、せーの、ねじります。せーの、よいしょ。はい、はい、いい感じ。さっきより動くでしょ。はい、スッといきますよね。はい、こんな感じ、うんうん、で、これでちょっと下向いてみてください。はい、はい、上向いて。さっきよりスムーズでしょ。そうですね。ね、この高さだけずれてたってことですか。うん、体が楽になりますね。はい、右足に5mm の糸を入れました。あとね、背中が反ってるのね、はい、反ってるってことはね、重心が前に来てるってことです、うん、重心が前に来てるから背中反らしてバランスを取ってるんですね、うん、だからつまりつま先重心なので、うん、かかとに重心を戻してる感じ。あ、うん、なるほど。かかとに重心が来て、右足に 5mm の糸を入れて骨盤のズレを、なんていうかな、整えてるっていうかね、うん、こうなると体が調子よくなってきます。あ、なるほど。はい、首調整するとなんとこんな感じになってきますので、こんな板に乗る必要はなくなるという感じです。そうですね、毎日板に乗って生活できないですね。できますよね。まあ、インソールを、ね、入れるっていう方法もあるんですけどね。あ、そんなあの、ね、必要ないんですね、はい、首調整すれば整っちゃいます。はい、はい、じゃあ板から降りてください。はい、背骨の状態とか背骨周りの筋肉の状態を見ています。はい、うん、やっぱちょっと右腕が少しあの動きにくくなってるかな。はあ、
ビビタル下がるんだけどね、うんうんうん、あとこの辺、この辺辛いですね。あ、その辺よく釣ります、ね、年いくさっけ20歳ですこの辺辛い、はい、要は変な負担かかってるってことですね。つまりね、そうなんです、ね、うん、あの体のバランスが悪いってことです。ちゃんと体の軸ができてない。なるほど。じゃあ首を見ていきます、はい、失礼します。首周りの筋肉見ますよ、はい、okay、はいはい、じゃあ骨を見ていきます、はい、さっき説明した、一番の頸椎ですね、はい、首の骨ねの、出っ張りがねこの辺にあるんですね、はい、よいしょ、もう少し上向きます、はいはい、はい、ではね今度は首の動きを確認していきます、はい、まずは右に倒しますよ、はい、はい、右側屈、はい、左側屈、はい、はい、もう一回右、はい、そうすると若干左が少し気になります、はい、前に倒します、はい、ちょっと待ってね、はい、今度は後ろ、はい、後ろに倒します、はい、もうちょっと楽に上向けるようになるかもしれません、はい、今度は上右向いてください、はい、右向け右、はい、はい、前向いて左向いてください、左向き、これでいきません、ね、左大変だ、痛いです、痛い、左全然いかないねそうですね、それはでも自分でも自覚してました、はい、うん、これから首を調整します、はい、じゃあこちらにどうぞ、はい、はい、その辺ですね、はい、でこれからこのベッドに横向きで寝ていただきます、はい、ちょっと待ってくださいね、で横向きに寝て手で軽く首をポンとやります、はい、そうするとこの枕がちょっとストンと落ちますので落ちたら終了、はい、痛くも痒くもありません、はい、あら不思議、不思議ですねはい、じゃあね、はい、早速ですけど始めますよ、はい、じゃあね、肩がねこの辺に来てここにね耳が入る感じ、楽に横向きに寝てください、はい、はい、そうです、はい、うん、そうです、もうちょっと下に行きましょう、もうちょっと下、はい、はい、はい、で髪の毛ちょっと失礼しますよ、はい、はい、頭の毛で、はい、よし、ここでのポイントはとにかくねリラックスしていただく、はい、ね、リラックスすることですね、リラックス、はい、はい、ではね、これから首を調整します、はい、一瞬一回で終わっちゃいます、はい、失礼します、はい、力抜いてくださいね、はい、そう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 、いいですね、いい感じ、いい感じ、はい、ちょっとこのままお待ちください、はい、はい、痛くないでしょ、痛くないです、はい、不思議な感じですねはい、はい、それでは、今調整したね、結果を見ていきたいと思います、はい、じゃあゆっくり起きてください、どうぞ、はい、はい、はい、ちょっと前に座ってください、はい、はい、はい、上体を見ていきます、はい、よし、はい、いいですよ、で、緊張全部取れてると思います、はい、確かにちょっと首が軽いです、そうですか、はい、あの変化はね、結構あのすぐに出る方と 2,3 日経ってから変わったって感じる方といろいろいますんでね、右側屈、はい、左側屈、はい、なんか楽でしょ、楽ですね、前に倒します、はい、ストーンと
はい、いい感じ、違う違う、はい、今度は後ろに倒します。はい、よっしゃ、ゴキゴキいう感じがないですね、うん、はい、じゃあ右向いてください。はい、うん、はい、前向いて、はい、左向いてください。あ、向けるようになった、OK ね、だほぼもう、まあ、まあ80点ぐらいかな、85点ぐらいいったと思いますね、はい、さっきはね70点意外といい感じになりました、はい、はい、じゃあ首が変わると体が変わりますので、はい、状態を見ていきます。じゃあこちらにどうぞ。はい、はい、じゃあ向こう向きます。はい、はい、で後ろから拝見します。はい、あ、いいですね。あ、本当ですか。体の軸ができた感じですよ。はい、よし、背骨はあのさっきね多少歪みあったんですけど、こうまっすぐになってると思います。はい、では腕を上げたいと思いますよ。はい、右手からせーの上げます。はい、あ、すごい、うん、もう一回せーの上げます。なんか引っかかりなくなりましたよね。そうですね、ボキボキ言ってたのがなくなりましたね、左は、はい、はい、バッチリですよ。はい、ちょっと口上げて、うん、OK、手を前に出して、はい、せーの、ねじります。はい、よいしょ、なんか体良くなってくると思います。なんか調子いいな、はい、あれなんか最近平気だなっていう感じになってくると思いますよ、はい、うん、それが全部歪みでダメだったところってことですか。そうです ね、 ね、そうなんですね。はい、じゃあこの状態を安定させるために、はい、寝ていただきます。寝る、寝る、寝るだけ、ね、寝るだけ、はい、はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあ枕の高さご提案しますので、はい、こちらにどうぞ。はい、ベッドですね、はい、はい、で今日はこちらのベッドに寝ていただきます、はい、まずはね枕なしでこっち頭で仰向けになってください。はい、はい、ね枕ね本当に低くていいんですよ。はい、本当はね今高い枕っておっしゃいましたけどね、はい、うん、高さの低い枕で大丈夫だと思います。僕のご提案する枕はタオルでね作った枕なんですけど、はい、これですね。頭上げてください。はい、はい、頭下ろします。はい、はい、ちょっと失礼、頭上げるの、はい、もうちょっと高くしようかな、もうちょっと高くしますね。はい、はい、これで寝てみてください。はい、これでいいかな、ごめんなさいね。はい、ちょっと足を見ますね。はい、力抜いてください。はい、普段の枕と比べるとこれ高さどうですか。めちゃめちゃ低いです。低いですか。はい、大丈夫そう、これ、これで1時間寝るの、はい、寝ます、うん、OK 寝ます。でもしどうしてもね、なんか変だなと思ったら言ってくださいね。はい、はい、これ寝返りとかは大丈夫なんですか。なるべく寝返り打たないでください。なるべく打たない、はい、はい、でも頭動かすといいですよ。こんぐらいとか、そう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 、はい、わかりました。あと、膝を立てるとか、はい、万歳するとかは全然構いません。はい、はい、頭だけなるべく上向いててください。はい、はい、今日はね、はい、姿勢の検査をして、はい、首の状態を見て、首をポンってね、はい、やらせていただきました。はい、はい、でその後1時間寝て起きていただいたんですけれど、はい、どうですかね、起きてみて今の状態。そうですね、はい、ちょっと枕が低いかなと思ったんですけど全然そんなこともなく、うん、はい、寝やすかったです。すごい、あ、そうですか、はい、あ、それは良かった。はい、良かったです。結構普段使ってる枕に比べると低いですか。めちゃくちゃ低いです。あ、はい、あの多分ね今日首調整したから低い枕でも大丈夫になったんだと思うんですよ。はい、うん、楽に低い枕で寝れる状態っていうのは結構いい状態だと思いますよ。なるほど、はい、うん、でね今日の枕が、はい、あのこちらなんですけれど、はい、あのこれですね、タオル8枚分の厚み、これの高さ、はい、よかったら参考にしてみてください。はい、ありがとうございます。はい、はい、あと首もちょっと軽くなったんじゃないですか。そうですね、動かしやすいです結構、うん、まあ、あの一番問題になってるのはめまいっていうかね、朝背中が張るとか、はい、あ、明日朝起きた時にね背中の張り違うと思いますよ。あ、本当ですか。うん、結構変わってると思います。楽しみです。うん、こちらにねチャートがあるんですが、はい、あの姿勢がですねそんなに悪くはないんですよ、はい、ですけどちょっと慢性的な症状がありますので、はい、あのこのチャートからいくと、B のチャートになると思うんですね。
はい、ですので、おすすめとしては、5回から10回ぐらいちょっとおいでいただくことをおすすめいたします。はい、はい、で、まあ、様子見ながらねちょっと通っていただけるといいかと思います。はい、わかりました。はい、で来ていただく頻度なんですけれど、はい、まあ、こちらですね、はい、大体今日が初回なんで2回目が2週間後、はい、その次2、3週間後、その次1ヶ月後という感じで、どんどん間を空けていきます。はい、はい、なので無理のない範囲でね通っていただくことができると思うんですけれど、はい、よかったらちょっと何回か来てみてください。はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、様子を見てください。はい、ありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。